YouTube をご覧の方にお知らせ動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか顔出し声出し撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中詳細はこちらお笑いタレントの上沼恵美子が5日自身が MC を務める読売テレビのバラエティ番組「上沼・高田の釘付け」に出演しフランス・パリを訪れた際 レストランで人種差別を受けたと明かした番組では芸能人の接客トラブルを紹介ガクトがパリのホテルで人種差別的待遇を受けたことにも触れたこれに上沼がパリ結構いると反応レストランですいませんって手を挙げて目が合っているのに絶対注文取りに来なかったと自身の体験を語った 上沼より後に来た白人系の客の注文はすべて聞いていたそうだが、ずっと40分くらい待ったんだけど、手を挙げても全然。シャンゼリゼ通り沿いあったと思いますと、上沼は怒りの表情。夫と訪れていたそうで、出て行こう。と声をかけた。夫からは、まあ、まあ、まあとなだめられたが、上沼は、まあまあと違う。 40分待ってるやん。あのおっさんあたしの目、どんだけ見たと怒りを再現。結局、店を出るときに音を大きく立てて少しでも気を晴らしたという。上沼はあれは差別です。確実に差別ってわかりましたと述べた。ネット上の声。パリやフランスなんて昔から。ありがたがる東洋人が多いからなおさら。 他の国でも結構あるけど、40分待っても無理なら出るわな。フランスとかはよくあるんやない。行ったことないからわからんけど、よく聞く話やし。上沼さん、よく40分も我慢しましたね。私なら、レストランに入って、10分以上注文を取りに来なければ、確実に出ていきます。てか、つまらんことをする風習があるんですね。 差別があるのはパリだけけじゃないけどね。今世界中に多くの東洋人が退去して訪れているからうんざりしているんだろうねただサービス業はそのお客さんが落とすお金で成り立っているわけだけど好き嫌いを出すか出さないか人による。